パワー PC を搭載した最初のモデルであるパワーマッキントッシュ6100パワー。マッキントッシュは Apple Computer ーーが開発、販売していたデスクトップパソコンの製品群である。CPU に Apple Computer ーー、IBM、Motorola の3社で開発したパワー PC を採用した。パワー PCG4 を採用した機種からはパワーマックと解消された。 Mac OS 9以前の時代、Mac キントッシュのオリジナルである 680X 例、KCPU のマシンとバイナリー互換はないが、Mac 68K エミュレータを搭載しており、一部のシステムに密着したソフトを除く、ほぼ全てのソフトが使用できた。しかし性能を引き出すためには、Power PC 用にコンパイルする必要があった。一部のソフトにおいて、68K と Power PC の 両方でネイティブに実行できる2種類のバイナリを含んだファットバイナリ形式で配布されたのはこの時期である。パワーマッキントッシュシリーズはかつてのアップルコンピューターの主力製品であった。製品のラインナップは比較的豊富でミッドレンジからハイエンドまでをカバーした。略称はパワーマックで後にこれが正式な名称となった。一部を除いて セパレート型のデスクトップで複数のメモリスロットや拡張スロットを持ち拡張性が確保されていた。また多くの製品でプロセッサのアップグレードが可能であり実際に多くの CPU アクセラレータが発売され製品寿命の延長に一役買った。製品構成はより入門者向けのパフォーマーが大量のソフトウェアをバンドルしていたのに対してシステムなど 最小限のソフトウェアがバンドルされているだけのシンプルなものであった。G3 以前の機種では4桁のナンバーにより機種を分けた。最初の数字は筐体の形状を表しており、6XXX はピザボックス型、7XXX は厚手のデスクトップ型、8XXX はミニタワー、9XXX はフルタワーである。 次の3桁はその機種の世代や位置づけを表し、X100 は第1世代、X500 は第2世代の前半、X600 は第2世代の後半である。この命名規則は全機種に必ずしも当てはまるものではなく、廉価型やパフォーマー系の機種には多くの例外がある。また、G3 以降は、この命名法は適用されなくなり、ブルーホワイトインゴは、 筐体の種類も一本化された。パワーマッキントッシュ6100億7100万8100はパワーマッキントッシュシリーズ最初の製品である。プロセッサにはパワー PC601 シリーズを採用した。筐体はそれぞれ6100がピザボックス、7100がデスクトップ、8100がミニタワーである。筐体のデザインは 在来機種のセントリスやクアドラのものを受け継いでいる。拡張スロットにニューバスを使用している唯一の世代であることからニューバスパワーマックと通称される。設計は従来の 68K アーキテクチャからパワー PC アーキテクチャへの移行を円滑にするべく互換性を重視したものになっている。拡張スロットにはニューバスを採用。 メモリーは72ピンシムを2枚組で使用することによって64ビットのバス幅を確保している。これらは 68KMac のユーザーがこれまでの投資を無駄にすることなく新アーキテクチャへ移行できるようにとの配慮である。一方でこうした互換性重視の設計がパワー PC アーキテクチャが本来の性能を発揮することの妨げになっていたという側面もある。このシリーズでは プロセッサーはロジックボードに近づけされているが 601PDS スロットに CPU アクセラレーターを指すことによって G3 よび G4 へのアップグレードも可能である。継承元同様6100はボディのラッチのみで筐体を開放できるドライバーレス構造7100もドライバー1本で簡単に開放できた。それに対しは すでに悪評の高かったカバーをすべて外し、ロジックボードを外さないと筐体内にアクセスできないクワドラ800系のボディであった。第1世代の3シリーズに続いて発売された 68K マックから引き継いだ設計を一新し、新たなデザインとなったパワーマッキントッシュシリーズである。ロジックボードの設計はニューバスやシムといった急閉化した機構を排除し、 PCI と168ピン、FPMDIMM メモリーを新たに採用した。これにより、システム全体のパフォーマンスが向上した。また、7200以外ではプロセッサが、ドーターボード上に搭載されているため、G3 や G4 といったより高性能なプロセッサへの交換も、容易である。7000番台は、ロジックボードの開発コード名が、TNT。 同様に8000番台はニトロであるが、実際には両者はほぼ同一スペックである。第1世代に対し、PCI スロットの搭載が特徴となったため、PCI パワーマックと通称される。その後のパワーマッキントッシュも PCI スロットを持つが、基本的にこの通称は、この一連のシリーズのみを指す。第1世代同様、 デスクトップ型の筐体は7000番台の形式名をミニタワー型の筐体は8000番台を名乗った。9000番台は事情が特殊なため別個に解説する。ピザボックス型の筐体は採用されなかった。初の第二世代のパワーマッキントッシュシリーズとして1995年8月に発売された。製品の方向性としては7500は個人ユース向け、 8500は AV 機能強化のハイエンドモデルである。また9500は内蔵グラフィック回路を持たず、グラフィックボードを別に搭載する高性能、広角調整モデルである。7500は横置き型筐体で、3つの PCI スロットとメモリーインターリーブに対応した8つのメモリースロット、固有のビデオ入力機能を持つ。8500はミニタワー筐体で、 ビデオ出力機能を加えたものである。9500区ではフルタワー筐体で PCI スロットが6つ、メモリースロットが12に増設されており、抜群の拡張性を誇る。当時としては驚異的な7 6 8イトものメモリーを搭載することができた。一方でビデオ入出力機能やオンボードビデオは省略されている。CPU は 7500は PowerPC601 を8500と9500は当時最速の CPU と言われた PowerPC604 を搭載した。これは個人ユース向けである程度価格を抑えている7500と映像プロダクションなどが主なユーザーである8500.9500との差別化を図ったものである。七千五百の筐体はアウトリガーと呼ばれるもので。 マッキントッシュ2シリーズ以来の一本ネジ仕様から脱却し、新設計となった。この新筐体は、本体正面のクラッチを外すだけで解放できる、ドライバーレス仕様となり、この点は好評だった。電源ユニットは、メイン電力供給コネクタが22ピンである、こと以外はおおむね ATX 規格に準じた、構成だが、下方に向けて、排熱、排気を行わせるため、 基板の位置が通常と天地逆になっている。一方、8500の筐体は、クワドラ800系以来の筐体を利用したもので、9500はさらにそれを拡大したものだった。また、パワーマッキントッシュ8515、120というバリエーションも販売された。7200は7500の連価版で、メモリースロット数削減や、メモリーインターリーブ機能非対応。 プロセッサの磁気付けなどが特徴である。また、パワーマッキントッシュ7215-90というバリエーションも販売された。筐体やロジックボードなどの構成は7500ほとんど、そのままだが、パワー p c 6 0 0 4 3 2ヘルツに強化されたことにより、一気に高速化が図られた。後に、パワー p c 6 4 e 2 0 0ヘルツのモデルも発売されている。 1997年2月より発売されたパワーマッキントッシュ8600、9600は同配線のパワー PC604E を搭載したモデルである。7600とは同時発売ではない。クワドラ8 0 0系以来のミニタワーケースをようやく刷新。側面のクラッチを開放するだけで、側面ドアが開けられ、拡張スロットやメモリスロットにアクセスできる。 ドライバーレス仕様の一回り大きな筐体となった。同時に9600は9500よりも一回り、大型化し重くなった。ロジックボードなどの構成としては、8500、9500をほぼ踏襲している。7300は7600の廉価版である。しかし、7500と7200の関係とは異なり、その際は AV 回路の有無が最大のもので、 他にはほとんど差異はなかった。CPU も同時期の7600、200のパワー PC604E200MHz に対し同 166MHz、180MHz と大きな差異はなかった。6100の後継となる電化、小型機はラインアップされていなかったが、教育機関用などにシンプルで安価なモデルの需要も少なからず存在した。 それらの用途としては、パフォーマからバンドルソフトウェア、内蔵モデム、テレビ受信機能、赤外線リモコンなどを配したモデルが用意され、パワーマッキントッシュを名乗った。CPU は、パワー PC603 から 603E である。パワーマッキントッシュ7220パワー PC603E を採用した低価格モデル。入門機種と位置づけられていた関係で、 メモリスロットや PCI スロットが少なく上位機種より拡張性は低い。また HDD は A で接続でメモリーインターリーブも採用しないなど上位機種との違いは多い。筐体はパワーマッキントッシュ4400はデスクトップ、5500は一体型、6500はミニタワーである。このうち5500と6500はそれぞれ前代のパーフォアマー5000系。 6400系のボディを引き継いだ。4400はパーフォーマ6000系のそれとは異なり、金属を多用したボディで、PC、a t 互換機のようなマックラッシュからぬ外観だった。歴代の Mac では唯一、フロッピーディスクドライブが左側、CD-ROM ドライブが右側に配置された。タブレットとペインター4.0をバンドルされた、グラフィックモデルも設定された。 一部の国と地域では7220という名称で販売された。5500はシステムバスを 50MHz に強化したほか、ビデオチップに ATI の0時2を搭載して MAX8 を快適に動かせる性能を持っていた。しかし、モデル後半に差し掛かっていた7600、200や7300、180と、店頭価格で10万円と差が出なかった。 6500は日本では発売されていない。マッキントッシュ G3MT1997 年12月3日発表。プロセッサに PowerPC G3 を搭載した最初の製品。DT はデスクトップタイプ、MT はミニタワー、オールインワンは一体型である。これまでの数字4桁のモデル名は廃止され。 名称はすべてパワーマッキントッシュ G3 に統一された。通称、ゴッサマー G3。新採用のプロセッサーパワー PCG3 はこれまでの主力、パワー PC604 シリーズに比べ、低価格、低消費電力でありながら、バックサイド L2 キャッシュの採用により、大幅な性能向上を果たしており、これにより、旧来の製品に比べ飛躍的な性能向上が実現された。 MTDT では、ゴッサマーと呼ばれる、これまでのパワーマッキントッシュシリーズとは大幅に異なるアーキテクチャを採用した。これまでの独自の機能を満載した、高機能路線を変更し、PC、a t 互換機で広く普及している技術を取り入れる、ことによって開発費の圧縮、ロジックボードの小型化、高性能化、さらには低価格化に成功した。最大の刷新はメモリーに、 PC-66 スタラムを採用したことである。これまでパワーマッキントッシュシリーズは FPMDIMM を採用しており、日本のメモリーをタイにして動かすメモリーインターリーブ機構を搭載することによって転送速度を高速化していた。しかしこの機構は複雑でメモリーを日本単位で増設しなければ機能しないなどの弱点があった。ゴッサマでは PC AT5 換気で主流になっていたスタラムの採用をすることによりメモリーの高速化に成功した。また、システムバスの動作速度もこれまでの最高 50MHz から 66MHz まで高速化され、システム全体の性能が向上した。ストレージデバイスの接続もこれまでのファーストスカジーから A でに変更された。部品点数も大幅に削減され、 ロジックボードの大きさがかなり小さくなった。ゴッサマーアーキテクチャは後に発売されたパワーブック G3 や iMac など1999年までのマッキントッシュの石となった。一方で FireWire USB は未搭載でキーボードなどの操作デバイスは ADB 接続であり、また内部は IDE 化されていても、 外部ストレージ接続用にスカジーインターフェースも搭載しており、第2世代までの名残も随所に見られた。シリアルポートを標準搭載した最後のデスクトップ、マッキントッシュである。初期型の弱点は強力な CPU に比較すると、グラフィックがあまり高性能ではないことであり、マイナーアップデートでより高性能なレイジプロを搭載した。なおパワーマッキントッシュ G3 オールインワンは、 アメリカの教育史上向け機種である。ロジックボードは筐体に合わせて若干の設計変更を受けており、開発コードはアルテミスである。1999年1月発売。ロジックボードは寄せみて、筐体は L キャピタンという開発コードのシリーズ。ファイヤーワイヤーと USBATA-4 を搭載した最初のパワーマッキントッシュ。詳細は パワーマッキントッシュ G3 参照パワーマック系列はニューワールドロムを元にしている。パワーマック G4 以降の機種についてはパワーマックを参照。パワーマッキントッシュ7500100 www.apple.com2020 年1月19日閲覧。パワーマッキントッシュ8500120 www.apple.com 2020年1月19日閲覧。パワーマッキントッシュ9500シリーズ。www.apple.com。2020年1月19日閲覧。パワーマッキントッシュ8515-120テクニカルスペシフィケーションズ。サポート .apple.com。2021年2月24日閲覧。パワーマッキントッシュ7215-90 テクニカルスペシフィケーションズサポート .apple.com2021 年2月24日閲覧 Apple 604E200MHz の CPU を2機搭載した最上域他パワーマッキンタッシュの4機種を発表 pc.watch.impress.co.jp2020 年11月2日閲覧パワーマッキントッシュ9500シリーズ www.apple.com 2020年1月19日閲覧パワーマッキントッシュ9600-233 www.apple.com 2020年1月19日閲覧 Apple G3 プロセッサ搭載のマッキントッシュ PC ウォッチ http://pc.watch.impress.co.jp:/docs:/article:/971203:/apple.htm. パワーマッキントッシュ G3 All-in-One Technical Specifications Support.apple.com2019 年10月22日閲覧ありがとうございます